どうもでですキです今日は JO1 の日系エンターテインメントの特集があったのでそちらの話をしていこうと思います。 なんか日経だって、前回 JO1 が3人ぐらい出た時のインタビューもすごい良くて、で、今回何よりも特集だったからさ、もうさ、気になりすぎて、もうすぐ買ったんだけど。<laughs> うん、いや、めちゃくちゃ内容が結構濃くて、文字数超多くて、いや、めちゃ幸せな、もっと応援したくなったんよね。わかるわ。すっごい読み応えあったしね。うん。なんかどの記事もさ、読み応えめちゃくちゃあって、なんか JO1 がどのタイミングでより盛り上がっていったのかとか、まあそういう話もね、あと していきたいなと思うんだけど私はねここ最近この日経エンタのもそうなんだけどなんか韓国の記事でもあのチ社長のなんか右腕っぽいチ社長が CEO なら COO と言われるなんか役員っぽい方のインタビューがあってさそれもね翻訳にかけてみたんだけどやっぱりここ最近海外進出みたいな日本だけじゃないみたいな言葉をめちゃくちゃ聞くのよああそうだね、うん、でこの今回チェ社長もさインタビューのとこでさ海外進出も考えてるっぽい なんか更に YouTube とか活用した戦略も進めてるみたいなこと言ってるからそう JO1 がね日本だけじゃなくてほんとより世界にっていうところがいよいよ今年本格的になりそうだなっていうのが結構ワクワクしてるそうだねもう3年目はって言ってるもんねだからもう今年3年目だからえー、海外進出挑むだから挑むんだね。<laughs> <laughs> 挑まれるんよその COO の人も今後海外市場に進出する計画だその市場には韓国も含まれる一種の逆輸出であるわけだって書いてあるんよこのインタビューの記事だとうんうん、うん、や結構面白い展開になってきたよね、うん、いやそうだねだから k p o p の要素を兼ね備えた日本人のアーティストが k p o p っていうか韓国に挑むってことだもんねそうだからなんかもともとさそういうさ世界で活躍するだし GoToTheK−POP to Go 言えない Go to the top the だからさ挨拶ももちろんさそれを狙ってたのは分かってたんだけど今までの活動がどうしても日本中心だったからそうなんか改めてハッとさせられたみたいなうん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 やっぱりこうやってくれるんだみたいな確かになんかその今まではどうしても漠然としたイメージでしかなかったけどそっかちゃんと動き出すんだみたいななんか明確になっていくんだっていうなんかワクワクとか嬉しさみたいなのもすごいあるうんうんうんそうなん,なんかこれはさ、まあ、ラポネの詩 E.O. と C.O.O. がまあこういうエンタ日経エンタとか韓国の記事とかインタビューで答えてるやつなんだけど、だから J.O.1 だけじゃなくて I.N.I. も結局 K-POP で世界市場に出ていけるっていうことをまあ狙ってるんだよね。うんうんうん。まあまずはそうだね。J.O.1 をって感じなんかな。だから。うんうんうん。なんなら一応ね C.O.O. の方も結構ね面白くてインタビュー記事。うんうん、ちょっと言うと、まあ既存の K-POP アーティストレベルのパフォーマンスが可能になるように実力を育てなければならない状況でメンバーたち。 もその事実を認識しているとし世界トップクラスの K-POP 歌手たちと肩を並べることができる舞台を披露すると強調したって言ってるんよ<ー>もう肩を並べる肩を並べるんよやばーしかも強調されてるよ <laughs> <laughs> いや本当にいやこれでも,土管でもするんかねこの感じだとうんうん確かに確かになんかその世界観をさ作り上げたりっていうことだったらやっぱり日本でやるよりは韓国でやる方が多分スムーズにことが進む感はなんかイメージできるじゃんそうだね韓国ってかまあ世界に挑むからなおさらねうん、まあ、そしたらなんか韓国に行く機会も増え韓国まあ韓国だけじゃなくて日本まあコロナの状況も,もちろんあると思うけど日本以外のところで活動するっていうのがまあ,あるんだろう う,ね、うんしかもそれ相応のステージみたいなのも用意するってことなのかねえー、いいねいいねなんかやっぱりさ、ね、コロナ禍のデビューだったからさ慶婚とかもさ他のアーティストとみたいなのはなかなかなかったじゃんうんうんうんだからそういう共演みたいなさもう k p o p のアーティストと同じ舞台みたいなのが見られるかもしれんね,ねいやてかねほんとねこのインタビューとかいろんなこのみんながいろんな角度で語る JO1 みたいなあの日経エンターの方はさ特集だったじゃん なんか敬語がさそのママ出たじゃんでやっぱりコロナ禍でそのママ実際に韓国に行けなかったからそのもし行けてたら実際に生でその k p o p のアーティストのステージ見ることができてそれはそれですごいなん,か、まあ、なんか変わったんじゃないかみたいなっていうのが悔しいって言ってたんよそうなんかそれも確かにみたいなそうだよねやっぱり実際に見ると見ないとではまた変わってくるもんねねえいや本当にさこのコロナ禍でさ実際に見るのとオンラインとの何か ささみたいなのはさやっっぱちょっと感じるじるゃんそうだねアーティストとファンであるうちらですらもうすごい感じてるもんねそうそうそう、まあ、そりゃそうだよなみたいないやだからもし、うん、コロナが今すごい結構暴れてらっしゃるけど <laughs> もしね、まあ、ちょっとまあ遅れるかもしれないにしても、まあ、絶対いつか,か韓国ないし海外進出世界進出っていうところは絶対活動というかなんかしてきそうじゃんうん,うん、うん、いやほんと実現してほしいよねなんか何よりいや本当なんか うちらがアーティストと会いたいっていうのもあるけども J1 とかが先輩たちのアーティストと共演っていうかもう一緒にステージに立ってほしいっていうかやっぱ会ってほしいよねうん会ってほしいなんかあとそもそもさこの日経エンタのなんかみんなが話してるとことか、まあ、個人のインタビューとかもそうなんだけどなんかやっぱデビューしたけどデビューしてライブがしたいのにいざデビューしたらできなかったとかそうなんかライブがモチベーションなのにやっぱそのモチベーションをさ結局維持できないじゃんライブがない んかそういった発言とかが多くてそうなんかそういうのいっぱいなんか見てるからさなんかこの間のライブがさすごいやっぱり嬉しかったみたいな感じだったんよねまあそれはそうだよねみたいなあわかるわかるだってもうほんとライブやりたいからなんかアイドルとかアーティスト目指したのにみたいなね,ねそういうことも言ってたしねそうなんか本当にねてかねなんかストーリーがさなんかみんなのストーリーがさいろいろさなんか文字でバンバン私の胸に来てさめっちゃ感動したんよ 本当にいやあ、わかる。なんか本当、改めてこうやって見ると、そうだよね、みたいな。なんか一緒にさ、<laughs> 追ってきた、一緒にデビューからずっと見守ってきたつもりではいたけど、うん、なんか実際に生の声っていうか、うんうん、なんか本当に本音を語ってくれた、今だからこそやっと語ってくれたみたいなさ。うん,うん、うん。そういった聞けた本音もたくさんあったから、いや、本当胸に来たね。そうなん、そうなん、そうなんよ。え、てか本当に最近のさ、なんかめっちゃあるよね。言いたいこといっぱいあるよね。かなりさ、うん、<laughs> そう。<laughs> このマジで日経エンター神だなっって思ほんとよかったなんか例えばみんなが2021年の1月にやった韓国合宿のところでより絆が深まったとかさう,んうん、うん、そうでそこがそこがきっかけでなんかダンスもちょっとレベルアップしたとかうんなんかさなんかやっぱそうなんだみたいな分かるあそこ2021年1月だからボンテビン時かみたいなねそう,そう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 いうのさほら大好きじゃんオタクはうんいやでも そう言われてみれば確かにあの時から何か変わったなみたいな、後付けも後出しじゃんけんなんだけど、あ、確かにあの時からちょっと変わったよな、みたいな。<laughs> <laughs> 本当、ボントビ良かったもんね。いや、私大好きだから。うん、なんかスタイリングも含めさ、なんか、まあ、あの時から、なんか、我々 YouTube 始めたっていうのも、なんか思い入れもあってさ。うん,うん、いや、そうそうそう。なんなら M 課出た時のとこからスタートしてるからさ。そう,そうそうそう、そうなんかね。あ、こういうこと言ったらあれだけ、なんか、やっぱり確かに一段階上がった感あるよな、みたいな。そう、なんかちょっともう勝手にね、もしかしたら後付け感もあるけど。<laughs> そう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 。マジでオタクあるある。そうそうそう。<laughs> <laughs> いや、あとさ、面白かったんが、 JO1 がより人気に火がついたタイミングが日チプ2のタイミングだったっていうのがグラフで表されててさうん、うん、そうなんかその相乗効果がやっぱりあったんだっていうしかもその相乗効果はもともとラポネの社長的にも狙ってるやつでそれが見事当たったっていう感じだったっぽいからなんかすごいねみんなすごいねさすがだねいやー戦略だね実際になんかうちらの周りもそういう人多いなって思ってたけどやっぱそうなんか指標で見るとやっぱ そうなんだ、みたいな。うん,うん。わかる。なんかやっぱりさ、その日プツが開催されるってなった時さ、やっぱちょっとざわついたし荒れたじゃん、若干。うんうんうん。ま若干どころか結構荒れたじゃん。<laughs> <laughs> なんか J1 もまだまだこれからって時なのになんでだみたいなさ、ま、我々もさ実際そう思ってたじゃん,うん、うん、だけどやっぱりそれは J1 のためでもあったっていうことを考えた上での2だったんだなと思うとすごいああんかありがとうってなんかやっぱちゃんと考えられてたんだなみたいなややみたたらに増やしたわけじゃなそうだね <laughs> いやだから結局ラポネボーイズも多分その第3の矢みたいなさラポネガールズも含めはもう第4のラポネガール お <laughs> <う>ガーあるさはまだ受け入れられん。 <laughs> ー太郎さん保守が,保守が出てでもでもきっとそうだよね。絶対なんかゆ、ゆくゆくは、あ、良かったなって思えるような風に考えられてるとは思うよね。うん。うんうん、いや、そうだね。なんか、やっぱりエンターテインメント長くやってるから、やっぱ上手いんだろうね。うん。いや、本当に。そうだね。だからやっぱ物事はいろんな方面から見なきゃいけないってことだよね。うん、本当に。<laughs> 私も入りたいラポネ。<laughs> <laughs> 確かにちょっと学ばせてもらいたいね。<laughs> そうめっちゃ面白そうじゃん。うんうんうん。ねてかさ、あの、日経エンタ買った方は、ちょっとぜひさ、ちょっと開いてみてほしいんだけど、まあ私はちょっと Kindle で買ったんだけどさ、みんなの対談のリーダー、よなしろが語る豆原一世のところさ、<laughs> 豆原さんの顔見てください、皆さん。めちゃくちゃイケメンじゃないですか。<laughs> <laughs> 確かに。え、なんか大人になったね。いや、そうなの。なんかちょっともう遠い存在な。うん。もう自転車乗ってないよね。 <laughs> 絶対もう全体自転車乗ってないもうタクシータクシーそうだねもうあのちりんちりん豆ちゃんではなくなったね そうだね。あの、チリンチリンで、ちょっと日焼けしてて、後ろの背景山みたいなさ、<laughs> タンポ山みたいなさ、<laughs> うん、タンポじゃないかもしれんけど、うん。いや、すごい、なんか金髪めっちゃ似合うね。めっちゃ似合うね。なんかさ、これ俺やっぱその髪型、髪色保守だからさ、まめ <laughs> <laughs> ちゃんは黒髪正義だってずっと思ってたけど、うん、うん。なんかもう元がいいからめちゃくちゃかっこいいね。いや、そうなの <laughs> 恐ろしいねもう <laughs>、うん、であとさ蓮くんがインタビューで語ったやつなんだけどこれあのママのさ去年のまさギーと一緒に共演したやつあるじゃんはい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 そうあれについてさちょっと話しててさまさギーがデビューする前に一緒に食事してその J1 の活動を見て僕もやりたいみたいな僕もやりたいって言ってくれてそれでまさかオーディション出てデビューするまさギーと共演するエモさったらないよねいや本当にだからさ多分 ママンの動画の時でも言ったけどさ、そんなさ、漫画みたいなストーリーあるいや、そうなんよ。<laughs> それでいてさ、うん、このさ、オーディションからもうさ、中心人物じゃん、二人とも。お互いテーマ曲センターだからね。<laughs> 確かに。いや、確かにじゃないわ。<laughs> <laughs> いや、もうそうだから。そうだね。みんなが知ってる事実だったね。うん,う,んうん。いやー、なんかさ、ちょっとさ、ご飯、その前にご飯行って、そう言われたっていう一言だけで、飯3倍ぐらい食えるよね。<laughs> いや、ほんと、ほんと、まじでまじで。夜通し語れるやつこのネタ。<laughs> <laughs> いやなんか本当にさそういうつながりでデビューするとかいやすごいねなんか本当さっき言ったキータロが言ったもう漫画みたいはマジでその通りだわ漫画じゃん,んいやだからにえー、漫画描こうかな勝手にそういうでも描 <laughs> いてる人多分いるよねもう <laughs> それさなんかさたまに仲良しとかであるやつだよねそのアイドルのさ漫画<あ>アイドルの <laughs> 舞台にした漫画みたいなそうそうそう <laughs> そうだねそういうのさめっちゃ売れたらささらに売れたらさ

で話したっていうことだけどその時はさ日プ2の案内はあったんかなあーどうなんだろうね日プ2の案内ってさデビューして割と早めじゃなかったっけ違うっけ1年後ぐらいに出たんだっけそれだいたいそっか JO1 がデビューして1年弱ぐらいで案内はあったかなうん あーどうなんだろうねどこでご飯したか知りたいよねもうちょっとさあれだよね日付今度教えてもらえるともっと興奮するよねうちらね <laughs> そうだね <laughs> どのタイミングだったかなみたいな日畜通の案内あった時なのかもうない時点でもう話してるのか <laughs> 細け<ぇ>めちゃくちゃ怖 <laughs> け<ぇ> <laughs> <laughs> 全て知りたでもなんかさそういうのさ本当になんか YouTube のコンテンツとかで語ってくれてもいいんにめっちゃうん、うん、でもこうやってなんか小出しってかさそのなんかさらっとさうん、うん、雑誌とかで言ってくれるのもまあ嬉しいよねうん、うん、ああそうだねそうだね確かにいやこのね日経エンタの特集の話してきたけどいやもうほんとめっちゃよかったねうんそうなんてか本当はまだまだ言いたいことめちゃくちゃあるよね <laughs> そうでももうさ文読み上げちゃいそうだもん 全部 <laughs> ふっかりそうそうそう。<laughs> そう。さすがにそれはあかんから。<laughs> うん。もしね、気になる方いて、まだ見てない方いたら、あの、購入していただけると、一緒に私たちの気持ちが全て、うんうん、あと、まめちゃんのイケメンの顔がわかると。まあ、みんなね、もちろんね、もう、もちろんイケメンだし、私、あの後、あと、うん、あの、未完成作ってくれたさ、あの、監督が、あの、シオンのことをディカプリオって言ってて、<laughs> めっちゃ、うん、めっちゃイケメンやんってなったもん。美味しわかるわ、と思って。わ <laughs> <laughs> かるわかる。そう、我々もさ、その、ジャスティン・ビーバー やっっっぱ海外スターてて言ってたからねそうそう <laughs> そういうなんか細かいところも全て面白いからさすごい、うん、なんていい雑誌なのいやほんとちょっと待ってまだ言わせてそのさ個人的には、うん、<laughs> なんか <laughs> みんなが語るリーダー翔くんの話もすごい好きだった、うん、あのリーダーがお休みになられた時のなんかみんながその時に気づく感じねそう改めて翔くんのまあちょっと言っちゃうそう言っちゃいそうそうだからそう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  <laughs> もうほぼ言っとっからだからそ,うそれもすごい良かったしあとは、うん、<laughs> とまあいっか純基 <laughs> が相変わらずうるさいっていう <laughs>。 <laughs> あのあれですか、お部屋の中で、割と足音立てたり、練習したり、掃除機かけたり、割とね、下の階の方に騒音が聞こえるっていうやつだよね。<laughs> そうそうそう、昨日、昨日出した動画、でもさ、大スさんの番組でも言ってたけど、ここでも言ってたみたいな。<laughs> <laughs> どんだけうるさいんってね。うん。でもなんかさ、このさ、3年目に向けてのみんなの意気込みみたいなのも、やっぱすごい聞けて、本気で俺たちは行くぞみたいなさ。いや、わかってたけど、なんかこう、いっぱい聞いたから、 マジだなみたいな、うん <laughs> <laughs> 勝手に <laughs> そうなんか一員にななんか同じね一員になれた気持ちになったんよねあでもなんかわかるかもしれんそれそうそうそうもちろんねすごい、まあ、みんなも思ってたと思うんだけどなんかそういう人増えるんじゃないかなみたいなうんあとなんかこのインタビューの感じ見てて思うけどなんかほんと前向きで明るくてなんか一致団結してる感じなんかすごいね雰囲気がいいっていうのが伝わってきたのも良かったああそうだね今本当に楽しいいです、うん、みたいなとことこか結構 言ってた気がする、うん、確かにそれも今までの経ての今だから、まあ、それはねそれもインタビューで語ってるから是非見ていただきたいんだけどうん、うんうん、やっぱいろいろあった上での3年目みたいな感じがまたグッときたよね、うん、いやー本当にだからさそれでかつ社長たちがさもういろいろ仕掛けていこうとしてるからさなんかそれが本当にさもうなんか実現してほしいねマジでうんねいやーでもちゃんと考えていろいろ戦略とか練っていろいろうまいことやってくれるんじゃないかなええー、ってかってか思います 私も言わせて <laughs> ちょっと珍しいと思うけど。<laughs> うん、なんかね、その監督、映画作った監督が、なんかやっぱいろんなシーンを見てるわけじゃん。で、やっぱりこういう企画してたことが、やっぱ中止になりましたみたいなのを、すごいやっぱ j 1って聞かされてたらしいんよ、いっぱい。すごい落胆してるみたいなところもあって、なんかそれは映画で使ってないって言ってるんだけど、なんかそれを見てきたっていうのを聞いて、やっぱそういうシーンいっぱいあるんだみたいな、こうやってやりましたけど、コロナでちょっとできませんみたいな。めっちゃそんなんさ、自分だったらさ、すぐ置き換えて申し訳ないけど、 もう、うん、楽譚 だし泣くよねいやちょっと耐えられんよね、うん、いやなんか本当になんかなんかねこう裏側を言葉でこうやってねなんか知るとねなんかちょっと伝わるというかね、うん。だからそういうインタビューとかに出してない部分でもいっぱいそういうのがあったってことだもんね、うん、だから本当とに、まあ、もしかしたら延期はあるかもしれんけどいずれ何かやりたいことが本当にねたくさんできてたくさん幸せになってほしいねなんかいや本当になんか花道歩いてほしいね,ね <laughs> 言いたい 花道ね。そうそうそう。いただけ花道。うん、<laughs> まあだからさ、JO1 の今年の活動が楽しみだよね。そうだね。ホッホッ